どうも、こんばんは、エノムです。今回は東京ぐるりインボーク、アタッチメントガチャ、チケットが11枚貯まったので、まあそろそろ引こうかなと思います。まあ単発11回なんですが、確かね、アタッチメントの提供割は高かったような気がするんだけど、 3%、 SSR3%、 あれ向こうは 2% だったよな。確かね、普通のね、あのプレミアムは 2% じゃないか、 5% なの俺全然知らなかったんだけど、え ?SSR? え ?5% なのこれ。うっそ。マジ?おー、もう初めて知ったんだけど、俺 2% とかそうなの思ったけど、高いんだね、案外。あー、全然良心的なガチャだった感じ。アタッチメントの方が渋かったんだ。俺、アタッチメントの方がね、てっきり、バンバン出てくれるもんだと思ったんだけど、そんなことはないみたいですね。さあ、11回引いていきましょう。狙うわね。何狙ってたっけ?もうね、アキラの SSR はほんと来ないでほしいんだよ、正直。ちょ、マイク地形は。声がでかい。なに?まあ、ノーマルだよね。なんだっけ?あれ、正義の絆だっけ?なんか、同種の力じゃないよ。なんだっけ?同種の絆だっけ?あの、アヤトのやつも欲しいしね。ノーマルしか来ねえ。なるほど。ちょ、売らなきゃいけないみたいですね。多分アッパーの方売ればいけるだろう。セイ!あー、ノーマルしか来ねえ。やべえ。チケットで来れば、うましだけどね。SR すら来ないんだけど。ちょ、待ってくれ。まあ、せめて RC ポイントのさ、肥やしぐらいにはなってくれよ。おい!あ、これ初めて入れたわ。アタッチメントの絵柄がさ、同じなのに効果が違う分が多すぎて、最近ちょっと、イラってしちゃうよね。お、これ SSR じゃね?ワンチャン。うえぇ。これあれさ、捜査官とグールでまたあれなのかな?分かれんのかな?本来なら捜査官だけど。ちげえな。やっぱ分かれねえんだな。ひなみだった。スキルを3回以上使用するとアタック200にアップっていうのは、あれだなぁ。教習とかではあ、これスキルってこいつつけたやつだけだよね。チーム全体でって話じゃないよね。まあでもいいんじゃなかろうか。いや、うましだよ、チケットで SSR 来るのは。石砕かなくていいっていうのは、なかなか、あと5回のうちに、あと3枚ぐらいは SSR 来てくれるんちゃうかな。これは SR やろ。ああ。オッケーオッケー。ほら、このアモンの絵柄ね。正義の絆 SR。で、この正義の絆 SSR ならアタックが140じゃなくて160になると。多分そんな感じだったような気がしますね。来ねえな。ラスト2回。まあ、11回引いて SSR1 枚出たら全然いい方だな。ラスト。どせーい!はい。まあ、ラストはちゃんとニューで終わるっていうね。はい、ということで、無料チケ11連の結果は、SSR のあの、ひなみの名前忘れました。はい、ごめんなさい。というわけで、また次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様です。